本ジュニアフェザー級第20代目のタイトルを争います。まず青コーナーに登場してまいります。現在日本ジュニアフェザー級2位にランクされております、小泉修司、佐渡海老宝石ジムです。アメリカでの武者修行は半年に及びました。そこでミゲル・ディアストレーナー、アルゼンチン人のトレーナーにみっちりと攻撃の幅の広さというものを教えられてまいりました。そしてこれまで持っていた彼のアウトボクシング、それを今回今日のこのリングでどういう風にミックスして良さを引き出すんでしょうか。葛西雄一、日本ジュニアフェザー級1位です。葛西の肩を揉んでいたのがミゲル・ディアストレーナーです。さあ半年にわたるアメリカ修行の成果はいかに。日本ジュニアフェザー級王座決定戦、赤いトランクス葛西雄一、身長が173センチ、ブルーのトランクスが小泉修司、身長が165センチ。低く潜り込んだのが小泉、右のフック入りました。葛西交代、足を使います。小泉気合入ってますね。入ってますね、はい、先制攻撃は小泉でした。おっ、左小泉、しかしバランスを崩します小泉。葛西もちょっと打ち切りに出ましたね。はい、葛西の鼻の周りもちょっと赤くなりました。小泉の顔面もちょっと赤くなっています。芦田さん、はい、赤コーナーです、はい、村山さん、本田会長、あ、右ストレート、決まった、これはダメージが大きい。ナイスパンチ。さあどうでしょうか小泉、ね、効いてますよ。しっかりとグローブを構えましたがどうでしょう。ダメージは大きいです。しかしここで葛西は気をつけなければいけません。捨て身のパンチは気をつけなければいけない。葛西が最初のダウンを奪った。葛西相手よく見ることですね。あ、見え、ダメのダウン、ダメのダウン、右のカウンター、いずれも右のストレート。さあマウスピースを右から吐き出しましたがどうでしょうか小泉。効いてます。さあちらっと時計を見た小泉、葛西が打つ、葛西が打つ、このとどめは右か左か、葛西、うん、試合を止めました。テクニカルナックアウト。葛西鮮やかに武者修行の成果を示しました。第20代日本ジュニアフェザー級のタイトルをものにいたしました。見事な右のストレートでした葛西雄一。さあ世界タイトルダッシュへ向けての一つのステップです。日本ジュニアフェザー級チャンピオン葛西雄一の初防衛戦です。今日が16戦目、15戦して15勝 11KO、 無敗で日本チャンピオンになりました。今年5戦目と数を数えております。日本国内では先日のタイトルのかかった王座決定戦、そして今日が2試合目になります。去年は11月に A 級トーナメントジュニアフェザー級で優勝しました。最優秀選手にも選ばれました。今年は日本タイトルをこのまま来年に持っていきたい葛西雄一です。果たして今日の葛西はどうでしょうか。阿部慎一はじっくりと相手を見ていくと言っています。はいはい、今第1ラウンドが始まりました。日本ジュニアフェザー級のタイトルマッチ、赤いトランクス葛西雄一の初防衛戦、黒いトランクス阿部慎一、初めてのタイトル挑戦試合。前回は1ラウンドからガンガン行って墓穴を掘ってしまったという画面向こう側、黒いトランクスの阿部慎一、今日は慎重に見ていきますと言っておりました。一方大きくまたまたたくましさを増して帰国いたしましたチャンピオンの葛西雄一、その葛西の顔面に右のストレートを軽くヒットいたしました阿部慎一。葛西は左で受けます。サウスポースタイルの阿部慎一、前回はそのじわりじわりがなくって一気に行ってしまって2回 KO で敗れました阿部慎一です。それは A 級トーナメントの準決勝の試合でした。その後葛西雄一はその A 級トーナメントで優勝を果たしております。第1ラウンドからこういったシーン、つまり葛西が何かこう受けに回っている、逆に相手にプレッシャーをかけられているような姿勢が見られます。まあ、自分のペースにはまだ乗れてないですね。乗れてないですか、はい、相手柄さん、そうしますと阿部にはチャンスが生まれますね。いや、打たないで見てるっていう感じです。見てるんですか。チャンスがあったら余裕ですか。あ、これですね、はい、
チャンスがあればやっぱり打ちますよ。まさにそのチャンスを見出しました葛西雄一。もう自分は負ける気がしないんだ、それが油断につながらないことだけを気にしています、気をつけていますと言っていた葛西雄一。残り50秒です。第2ラウンド、前回決着をつけた第2ラウンド、葛西雄一、うん、右のショートアッパーです。さあどうだ、さあここで一気に行くのか、それともラウンドを見るか。葛西雄一、ね、一気に行きます。あ、もう立っていられない、立っていられない、立っていられない、足元がふらついている、腰が落ちた、後ろのフィニーまだまだ入んない、行きますよ。葛西よく見てますね、よく見てます。残り20秒、葛西よく見てますね。あーっとふらついている、葛西慌てないですよ、よく見てますよ。ナイスマッチ、あー、トロキが止まった、ナイスマッチ、泳いでいる。さあどうだ、持ちこたえるか、持ちこたえた、持ちこたえた、持ちこたえました。第2ラウンド終了です。葛西仕留めることができませんでした。第2ラウンド、第3ラウンドが始まります。1分間のインターバルでどのくらい回復しているか、阿部慎一のダメージ。芦田さん、はい、葛西陣営ではね、相手をよく見てそんなに多く連打を打つ必要はない、パンパンとよく見て打っていく、一気に攻めてもいいという指示が出ていますね、はい、さあ阿部がちょっと足がもつれていますが打ち返します。ロープ乗り込んだ阿部、葛西が迎え撃つ。第2ラウンドのようにチャンスを待っているのか。あー、カウンターが当たりました。この試合2度目のダウン。さあ青コーナーはイケイケ、タオル投入の様子は見られません。ボディーブローから、ボディーから攻めました。動きを止めたい葛西雄一。阿部慎一はセコンドの指揮シートすれば急所急所全部狙うという意味ですよね、はい、阿部慎一としては一発逆転にかけるしかありません。阿部とすればちょっと足がフラフラしてますから、してますよね、パンチに力が入らないですね、腰が落ち着いてませんね、はい、よく見ています。葛西がチャンスを迎えているんですが慎重です、ここは慎重です。右のストレート、阿部もよく頑張ってますよ、頑張ってますね、よく頑張ってますよ。このラウンドの開始早々は阿部の猛攻にちょっとたじろいだ葛西雄一、しかしすぐに逆転、ダウンを奪っています。やっぱり倒せるところで倒せなきゃいけないんですよね、はい、さあ阿部の猛攻また始まった。左、葛西の案はちょっと上がりました。やっぱり真剣な相手に対して真剣にやらないという感じですね。そうですね、はい、芦田さん、左 青コーナーからも左で勝負という声が飛んでますね。はい、まず葛西足を止めてますからリズムを取り戻すことですね。ファイティング原田さんも、そして浜田剛さんもやっぱりリズムが足りないと見てます ね、 そうですね。ボディーブロー、何かこうフィニッシュを何にしようか考えながらやってるようなね、葛西の試合ぶりですね。まあ、ファイティング原田さん、葛西雄一にですね、昨日聞いてみたんですがね、これからクラスっていうか、まあ、相手がどんどん強くなっていく世界を目指すためには、その場合に自分が勝手にどんどん打っていたんでは隙ができて強打者には打たれてしまう、そういうピンチを迎えることが怖いんで、これからちょっと慎重にしなければいけないかもしれないということは言っていたんですよね。なるほど、あんまり慎重すぎると困るんですね。だから僕の場合なんかもそうですが、やっぱり打って打って打ちまくるとですね、はい、チャンスも危ないかもしれない、チャンスも出てくるわけでしょ。芦田さん、はい、未確認の情報なんですが、インターバル中の指示を、ね、遠くから聞いていますと、どうやら右の拳を少し痛めているようですね、葛西は。それでボディに切り替えたんですか、はい、なるほど、硬いところが打てないんですね、あるいはそうかもしれません。浜田さん、はい、それでボディに中心を絞ったのかもしれないですね、ボディブロー多くなりましたからね、右のボディアッパー第4ラウンドからね、急に増えました。さあそういった状況の中で勝っていくのがやっぱり、はい、チャンピオンになる秘訣ですよね、なるミスですよね、はい、やっぱり試合ではどういうことが起こるか分からないですからね。足を使っているのは阿部慎一です。あれはまだ効いてるんですよ、はい、まあちょっと左足滑りましたけどね、はい、あれまだ効いてるんですね。さあまた足が開いた、
ただし1ピンチです。やるストレート、打ち返します。お宅に打ち合います。阿部がプレッシャーをかけます。でも阿部の投手はすごいですね。やっぱりね、加藤貴俊もすごいですね、はい、本当に素晴らしい試合を展開しています。阿部コールとそして笠井コールが交錯しています。こういう声援も珍しいですね、最近は。そうですね、はい、リング上もいいファイトがしてますからね、はい、芦澤さん、赤コーナーですが、はい、やはり右の拳を痛めているようで、それでボディが多くなったという会長の言葉ですね。あ、そうですか。ただね、葛西のインターバルでの表情を見ていますと、はい、やはり余裕はまだあります。余裕ありますね、はい、右のトレーナーの言葉を、ね、よく聞いていますね。なるほど、持ち味の右のストレート、これが右を痛めたんでしょうか。おそらく痛めているんでしょう。ピシッと決まりません。肩で痛めると力が半減するんじゃなくて半減以下になるんですよね。さあ、ここでまとめるか。残り40秒、第6ラウンド。まとめた、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 見ますよ、見ますよ。阿部は棒立ち、見てますよ。さあ、フィニッシュか。まだ立っています。まして、サウスポーで相手ですから、逃げ痛めてってことは非常にね、辛いと思いますよ。はい、強いけども、やっぱり、ね、上がったら何を受けるか分かりませんから、そうですね。まあ、世界チャンピオン、まあ、世界的に見る選手で、世界チャンピオンになった選手たち、みんな痛めてますからね、はい、痛めながら勝ってきたんですからね。強打者は特にそうですね。はい、みんな試合中に怪我しながら勝ってきた。あ、じゃあ、ナイスアップ、来た。止まった。さあ、決まった。これは効いている、これは効いています。さあ、どうでしょう、どうでしょう。まだ1分20、ダメ、試合を止めました。 KO 勝ち。葛西、ようやく仕留めました。タイトル初防衛に成功であります。苦しんだ、苦しんだ、苦しんだ上でのタイトル防衛。痛めた右手を高々と上げます、葛西雄一。浜田剛さんとにっこりと笑みを交わしました。葛西選手、選手などの認定票を並び